正ただし1944年12月12日は中華民国の軍人。北伐期に活躍した国民革命軍軍人であり、一時的に新高生派に属したこともある。字は白戦後世陸軍則へ学校を卒業後、1911年の侵害革命に参加し、決死隊に加わっている。その後、 武将陸軍予備学校を経て1914年8月に、保定陸軍軍艦学校へ入学した。1916年8月の卒業後は、厚生軍に、孫殿法との戦いでの軍校により、同軍参謀に昇進した。後に、雲南陸軍工部学校で、軍事工学の教官となり、さらに、関東軍に移って第一祖司司令部参謀を務めている。 1922年、張忠氏は、北伐に参加し、参謀長兼大名段団団長に任せられる。復権昇進公軍に加わり、復権特軍理工機を撃破した。この軍校により、厚生第一支市,市長に昇進し、1925年には、候補軍官学校弁公長主任に抜擢されている。1926年の北伐開始に際し、 国民革命軍総司令部参謀署所所長に起用された。北伐軍が南省を攻略すると、厚生省政治院健全省刑務所所長、省警察庁長兼南省市市長となる。翌1927年、北伐軍あずま自前的総指揮、白、高敷の下で参謀長を務め、上海を攻略すると、章古英寿総司令部参謀長兼第十三 軍軍長に昇進、さらに8月には、上海特別市市長も兼任している。1928年1月、軍の再編に伴い、第13軍、第2市市長となり、同年6月、第4集団軍第14市市長となった。北伐終了後の1929年に、病のため辞職し、同年1月に、首都建設委員会委員に転じている。 1931年、中国国民党第4期中央委員候補に、1935年には同党中央委員候補と中央政治委員会委員にそれぞれ選出されている。日中戦争勃発後に、軍事委員会第一部副部長に起用され、1938年1月には、軍政部長無事長権、なでめぐむ委員会副主任委員となった。 翌1939年3月には戦地統制委員会委員となり、同年5月に中条位を授与されている。戦争末期に膀胱が悪化したためにアメリカでの治療に向かおうとしたが、1944年12月12日、その途中にフランス領モロッコ、カソブランカで死去、去年54、翌年4月、陸軍上将位を追贈された。 ありがとうございます。